教えといてやるが、このハーデス城にはハーデス様の聖なる意志による結界が引かれている。故にここに入り込んだ敵はその結界に触れ自己の力を大量に失ってしまうのだ。いわば貴様らは実力の10分の1の力も出せなくなっているのだ。だが勘違いするなよ。たとえ貴様らが実力を 100% 発揮できたとしても、このラダマンティスには到底歯が立たんのだからな。これは視界への落とし穴だ。もはやとどめを刺すのも面倒。生きたまま落としてくれるわ。はっ、アイオリア。うわあ！生き残りのゴールドセイントもこれで全滅だ。生きながら死の国へ落とされ、そこで永遠に苦しむがいい。アテナ君など初めからこの俺に任せれば簡単に済んだのだ。このようにな。しかしこの城内にアイオリアと共に入り込んだゴールドセイントが他にもいたような気がしたが、気のせいか、それとも、なんだそれとは別にここへ急速に近づいてくるコスモを感じる。これは一体。お前たちは言わずと知れたアテナのセイントだ。これからはお前たちが苦しむ番だぜ、スペクター。セイントだと？そんな我が主神ゆよだ。シュラ死ぬと忘れるな。お前の右腕には俺が授けたエクスカリバーが宿っていること。サラ、お前たち先輩としてゴールドセイントとして何も残してやることはできなかった。だからせめて分かっている。僕たちはせめてあなたたちの魂を引き継ごう。そして忘れずに、この時代死者を正義を守り通そうとした黄金の聖人がいたこと。さあ今度はお前の番だぜ。バン待ってな、お前がぶっ倒れる番だってことだ。待て、セイヤ。分かっているはずだ。あの男のコスモは並大抵のものじゃない。下手に突っかかっていったらやられるぞ。確かにここまで強大さを感じた相手はゴールドセイントでもザラにはいない。怪我をせぬように教えてやるのだ。4人は愚か、お前たちが100人束になっても俺の相手ではないわ。何？お前たちセイントの中で最強と言われるゴールドセイント、そのゴールドセイントの愛より見ろ、ムーですら手も足も出ず。先ほど3人まとめてこの俺に視界の穴へ叩き落とされたばかりだ。なんだって今頃は生きながら冥界で苦しみ抜いていることだろう。亡者たちに混じってな。待て、そうだ、このブロンズたちを
ここではあのざまだったんだ。まさか、まさか、こいつらは神の使者。ムーやアイオリアたちまでやられたって。そんなことまで聞いた以上、なおさらお前を倒さないわけにはいかないぜ。ゴールドセイントさえいない今、せめて俺たちだけでも戦わなきゃ、大地は完全な闇になる。地上をハーデスなんかに支配されてたまるか。俺も決めた。お前たち4人をこの場で殺す。ハーデスなんかに支配されてたまるか。たかがブロンズの小僧一人、ひねり潰してやる。レディーハ続いてこのシリュウがお相手しよう。レディーハン。シリア。
少し俺が冷やしてやろうか。レディーオン。
ダイヤモンドラスト。所詮その程度か。飛竜の方向に恐怖せよ。レイテスト交渉。
ラダマンティス。投票の方がまだマシだ。燃えろ、俺のコスモよ。
アイアコス、ニーノスの軍団に遅れを取ってはならん。急げ。冥界に入り込んだ後に完璧な死を与えるのだ。待て、逃がすか。次は聖夜のスペクター、この穴へ消えていった。どうやらこの穴が冥界への入り口らしいな。よし、俺たちも行こう。待て、死ぬ気か、お前たち。何、あなたは。この子さんは魔の太陽の王子ライブはどうか。スペクターたちはハーデスの意志によって守られているから、生きながらあの世とこの世を行き来できるが、そうでない生身の人間がこの穴へ落ちたら自殺に等しい。二度と生きては戻ってこれんのだ。しかしそれではせよ。残念だが、このまま死んだかもしれん。そんな。もししかし、聖夜がもしも落ちていく途中で荒屋敷に目覚めたとすれば、生きて冥界までたどり着くことができるかもしれん。釈迦の地で花びらにしたため、アテナに託したという自生の句。自生の句ではない。あれはいわば釈迦がアテナに決意を求めた。決意。そうぞ。ハーデスは用心深い。地上が完全に自分の支配下に置かれるまでは絶対に冥界から出てくることはなかろう。そんなハーデスを倒すにはアテナ自身で冥界へ乗り込んでいくしかない。冥界の掟に支配されずにハーデスを倒すためには死ぬことなく生きたまま冥界へ行かなければならんのだ。生きたまま冥界へ。そんなことができるのですか。釈迦がなぜ神に近い男と言われていたか。それはセイントの中でただ一人荒屋敷に目覚めていたからなのだ。その荒屋敷と仏教では秘められたものとか根源とかいう意味があるのじゃが、それはいわゆる八色とも言う。八色とはまさか。そうだ、人間誰もが命の源に持っているコスモ、セブンセンシズのさらに上を行くエイトセンシズのことなのだ。エイトセンシズ。それではアテナは無論のこと、釈迦もそのエイトセンシズを発揮して死ぬことなく生きながら冥界へ行ったというのですね。そういうことじゃ。そうか、シオンが言ったことが。アテナも釈迦も放棄したのではないといった意味だ。これでようやく分かったぞ。お前たちが冥界へ乗り込んでいってハーデスと戦うためには生きたまま行かねばならん。そのためにはお前たちもエイトセンシズに目覚めればならん。それができる。お言葉ですが老師、できてもできなくてもはや俺たちに後戻りはできません。冥界へ向かったアテナにアテナのクロスをお渡しするというシオンから受けた使命を果たさなければならないのです。そうともこうしている間にもスペクターたちはサオリさんに襲いかかっているかもしれない。もはや迷わずに僕たちも聖夜の後を追うべきだ。考えてみる。お前たちは今までさまざまな戦いを経てセブンセンシズに目覚め、コスモを高めて、その度に奇跡を起こしてきたのだ。
デスの結界が引かれているこの城にさえアテナの血をそのクロスに浴びているお前たちは、その力を拘束されずにここまで来られた。お前たちが今まで高めてきたコスモとアテナの血のご加護によって、一瞬でもエイトセンスに目覚めることができるかもしれん。そうだ、聖夜だってきっとエイトセンシスに目覚め、生きて冥界までたどり着いたはずだよ。俺もそう信じる。よし、コスモを最大に燃やせ。奇跡を起こせ。生きて冥界で会おう。エイトセンシス。ここは一体。大丈夫かシュン、お前もあの冥界の穴へ飛び込んだのか。そうだよ、僕だけじゃなく氷河やシリュウ、そして老師も。よかった、聖夜もやっぱりエイトセンシズに目覚めたんだね。エイトセンシズ、そうか、老師の話はそういうことだったのか。アテナの釈迦もそのエイトセンシスを発揮してハーデスの元へ向かっているというんだな。うん、シリュウたちもきっとエイトセンシスに目覚め、生きてこの冥界へ降り立ったはずだよ。きっとそうだよ。よし、ならば一刻も早くアテナに追いつこう。そしてこのアテナのクロスを渡さなければ。冥界に降り立った聖夜とシュンは絶望の門を越え、アケロオンの川を渡り、アテナの元へと急ぐ。第一プリズム裁きの館にたどり着いた彼らは、天衛星バルロンのスペクタールメの裁きの鞭ファイヤーウィップにより窮地に陥った。だが突如としてシュンが見せたハーデスの面影に取り乱したルメは、裁きの館から第二プリズンへ続く黒き疾風の谷にさまよい出てしまう。ラダマンティスに取り押さえられ、自らが何者かに幻覚を見せられたことに気づくものの、ついに姿を現したその相手、ジェミニのゴールドクロスを装着したカノンの圧倒的な力によりこの世から消滅してしまうのだった。対峙するカノンとラダマンティス、これが戦いの果て互いに命を燃やし尽くすことになる二人の因縁の始まりであった。そして緊張が高まる中、正気を取り戻した聖夜とシュンが追いつくが、カノン、やっぱりカノンか。助かったぜ、ありがとう。あんたほどのセイントが味方になったなんて、こんな心強いことはないぜ。味方？私はいつお前たちの味方になったと言った？だって善否を悔いてアテナに忠誠を誓ったのでは。確かにアテナに忠誠を誓った。しかしお前たちの味方になった覚えなどない。なんだって。ましてや女子のように感傷的なものなど足手まといになるだけだ。カノン。
の前の敵を傷つけることを恐れてどうする。その敵を倒さなければ次にはその敵によってもっと多くの罪のない人々が傷つけられていくのだぞ。カノン。そういうこの私もかつては悪に染まった。偉そうなことは言えぬ。しかしたとえ敵とはいえ多くの者を傷つけたことが罪になるのだ。この世の邪悪をすべて片付けてから神の裁きを受けようではないか。それまでは戦い抜くのみ。カモン。さあ分かったら早く先へ行け。カノン、そのラダマンティスは手強いぞ。俺たちももたもたするな。お前たちにはアテナへ届ける大切なものがあるということを忘れるな。行くぜカノン。かつては邪悪の貴様がセイントに説教とは片腹痛い。さあ貴様の言うゴールドセイントの力とやろう存分に見せてもらおうか。ようやくお前と決着をつける時が来たようだな。待っていたぞカノン。レディーファー。ここだ。時の狭間にゴールデントライアングル。もう二度と迷わん。戦いとして戦い続けるのみ。